どうも、カズシドです。タイトル通りでございます。いやー、皆さん、ついにですよ。ついに、手に入りました。早速紹介しちゃいます。皆さんもね、ご存知だと思いますが、こちらの方です。じゃじゃーん。これです。味噌菌の飯の方です。飯の方です。ちなみにね、ラーメンの方はね、まだ手に入っておりません。いや、本当に売ってないですね。本当売ってない。いや、俺ね、5店舗ぐらい回ったんですけど、この飯もそうですが、もうラーメンの方ももうもちろんのごとく売っておりません。全然売り切れですね。おそらく、YouTuber の方はですね、間違いなく、コネを使っております。だって、あれね、手に入らないですよ、マジで。うん。俺びっくりしましたもん。こんなに手に入らないかなと思って、で、発売しましたって日も行ったんですけど、もう、早速ね、その棚が、棚だけあったんですよ。で、もう何にもない状態で、売り切れましたって書いてありまして、やっぱ皆さん考えてることって一緒なんだなと、もう思いましたよ。そして私、カズシドも、申し訳ないんですけど、はい。コネ使いました。じゃないと手に入りません。たまたまね、知り合いの方でですね、ちょっとまあコンビニでね、まあ働いてる方とかいるんですけど、その方にですね、ちょっとたまたまね、これだけを取っていていただいた感じだったんですけど、ラーメンの方はね、もういつ入るかわからないし、下手したら手に入らないかもしれないと言っておりまして、まあね、そもそも、もうコンビニとかで働いてる方がですね、手に入らないって言ってる時点で、もう、かなりきついと思うんですよね。もちろんお金払いましたからね。お金、お金は払っておりますが、でもそれぐらいね、手に入らない品物なんですよ。もう皆さんも分かってますよね。多分かなり探した方いると思うんですけど、本当にね、もう皆さん同じ考えなんですよ。見つかるはずがないんですよ。見つかんないやつ、本当見つかんなくて。そしてね、ヒカキンさん本人もですね、まあこれから入荷することも分からないと言ってますので、多分入荷すると思うんですけどね、そうしないと困っちゃうかな。本当になんかね、美味しいと思う。もうYouTuber さんもみんなやってますんで、もうネタバレになってますけど、大体の YouTuber さんも美味しいと言っておりますのでね、それは気になりますよ。この味噌菌ですね、飯の方ですね、まあ、ざっと説明させていただきますと、香り立つニンニクとコク深い白味噌の旨味、白味噌なんですね。ヒカキンプレミアム、味噌菌飯濃厚味噌。そしてですね、こういうことも書いておりますので、ちょっとこれ読みたいの、サイン付きですね。サイン付きですけど、ちょっと読みたいと思います。僕が本気で考えたカップ麺、味噌菌ラーメンをカップ飯にしましたと書いておりますが、でも正直言った話、カップラーメンとかって結構限界あると思うんですよね。いろんなラーメン屋さんですね、有名店舗のラーメン屋さんもかなり出してるじゃないですか。でもかなり出してる結果で、やはりね、まあもちろん値段とかもね、かなり安いじゃないですか、カップラーメンですと。それでね、もう自分買うんですよ。買うんですけど、もう天と地の下ですよ。ほんと全然違うっていうぐらい違いますよね。なので、こちらの方もね、まあ確かにね、ヒカキンさんも相当自信があってね、多分こうね、1年以上かかったらしいんですよね。こういうの作るの、ラーメンとね、味噌作るのに1年以上かかったらしいんですよ。だからといってですよ、まあ確かに苦労したとは思われますが、カップラーメン系でですね、カップ系の方で、そういうね、めちゃくちゃ美味しいって出すのって相当難しいと思うのでね、とにかくね、手に入ったからにはね、今から早速もう食べさせていただきます。そしてね、もう本当にドストレートに言おうと思ってますのでね、もうこういうことは俺本当にストレートに言いますので、食べさせていただきたいと思います。まず開けますとですね、ここね、なんか入ってるんですよ、こういう感じで。これなんだろうな、これちょっと今出しますね。なるほどな、くっついてる。これよいしょ、あ、取れた。はい、取れました。まあこれがくっついて見えるかな。そうですね、これが今、よし、すいませんね。手、こういう感じで。はい。これがくっついてましたね。で、これは蓋の上で温めてください。お召し上がりの直前に入れてください。あ、なるほど。もう最初から入れちゃいけないってことですね。さあ、早速、それでは開けてみますよ。では、いきます。じゃじゃーん。はい。お、こうか。ちょっと見てみますね。あ、もう飯だ。あ、匂いすごいいいじゃん。おー、でもなんか匂いなんかお菓子っぽい匂い。こんな感じです、こんな感じ。どうしよう、ちょっと落ちちゃう、大丈夫、落ちないかな、平気かな、こんな感じで、怖い、まあ、こんな感じでございますね。お湯を入れて5分ですね、5分なので、じゃあちょっとお湯入れさせていただきたいと思います。はい、ではお湯を入れさせていただきます。ちょうどね、線がありますので、その線まで、入れさせていただきますね。やけどしないでしょう。はい、それで入れますね。はい、
1000まで入れます、1000まで入れます、とっけー、このぐらいです。はい、このぐらいです。まあ多分わかんないと思います。はい、今入れました、1000まで入れましたので、ここから5分待ちたいと思います。そして蓋を閉めたら、まあこれをそうですね、入れちゃいけないので、このまま上で温めたいと思います。はい、これで5分待ちます。ではですね、もう5分経ったと思われますというか、5分経ちましたので、はい、これから開けていきたいと思います。はい、これどかします。熱、はい、ということで、あ、もう開いちゃったね。はい、ということで、開けさせちゃいます。オープン。はい、おお、こんな感じな、ほら、こんな、もっと近寄りません、ほう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 、なるほど、今こぼれちゃった、あぶね。ということで、匂いかけますね。はあはあ、まあ味噌ですね。まあ味噌ですね。でこれに入れるってこと、まあこれをちぎって、まああれですよね、入れるというわけですよね。あ、なるほどね、ラー油みたいな感じですかね。これも取っちゃっていいかも、使わないですもんね。そして、はい、このスプーンですよ。このスプーンでかき回していきたいと思います。はい、こうやった方がいいですね。はい、あ、これまた匂いが良くなった、またさらになんか匂いがすごい、オイニーな匂い。おー、これいいんじゃない？でも美味しそうだな。本当に美味しそうですね。1年半かかったみたいですからね。いや、これはでもこちらも楽しみです。やっと食べれるって感じですので、非常に楽しみでございます。では皆さん、早速食べさせていただきます。それではいただきます。あ、キクラゲみたいなの入ってますからね。ちょっとこれいただきますね。これからまたいただきます。絶対熱いだろうな。あ、でもニンニク？ニンニク結構強いぞ、これ。ではいただきます。あ、いや、マジでうまい。うん、結構濃厚だよこれ。うまい。食べますね。うん。あ、うま。これさ、お米なんかちょっとね、あの本当お菓子っぽいなと思ったら、本当揚げ米、あ、揚げた、あ、揚げた米？うん、揚げた米ですね。だからか。でもなんかすごい。うまいよこれ。ほんと白味噌ってこんな感じなんだね。白味噌って、でもほんと味噌の香りとニンニクがすごい効いてるかもしれない。揚げたつぶつぶのなんかね、あのせんべいみたいな感じですよね。まあパリパリしてるわけじゃないんですけど、揚げたせんべいみたいな感じ、それのすっごい細かくしたバージョンですね。でもうまいですよ本当に。そしてこれ動画でやってる人いるのかな、このヒカキンさんのヒカキン飯でちょっと卵入れてみようかと思っております。ちょっと入れてみますね。いや絶対うまいと思うんだ、確実にうまいと思うよね多分。はい、入れました、卵入れました。そしてかき回せたいと思います。まず割らないとね。割れたかな、あ、割れた割れた、よし割れました、はい、かき、うわうまそう、これ絶対うまいと思う。あ、どんな味になるかな、またさらになんか変わりそうな気がして。はい、これやってる方いいのかな、 YouTuber さんでやってる人いいのかな、やってなかったら初だよね。まあでも絶対いるだろうけど、はい、でもやって、これで食べてみたいと思います。卵入れましたよ、卵入れましたので食べさせていきます。いただきます。卵絶対うまいよな。あ、味噌の濃厚さがなくなったかも。あれ、うん、あのね、卵の味もすると思ったら意外にそんなしなくなったかも。あれ、ちょ、いきますね、いきますね。うん、でもうまいよ、うまい、うまい。でも卵の味もなんかそんななくて、なんか味噌がね、またさらにさっぱりしたような感じがする。これどうなんだろう、好き嫌いもろ出るかもしれない。さっきのが良かったかな、入れない方が良かったかもしれない。俺的には。多分だよ。あ、でももちろん美味しいですしね。ほんと美味しいですけど、卵入れることによって、あの、やっぱね、冷えてるので、すごい食べやすくなった。さっきめちゃくちゃ熱かったんですけど、すごいね、食べやすくなりましたね。ほんとうまいよ。え、これ。マジでカップ、うまくねえかこれ、マジで。え、ほんと美味しいよ、これ。うん。美味しい、うまっ。では最後ね、バーッと食べたいと思います。はい、ではね、完食しました。はい、非常に美味しいです。これ本当に冗談抜きでうまいと思います。俺結構ね、あの、言っちゃうとき言っちゃうんですよ、いやこれさすがにカップ麺だよこれはって感じで言うんですけど、これはね本当美味しいと思う。こんなカップ麺で濃厚な味噌になるんだな。いや
ぶっちゃけね、あのカップ麺バカにしてましたけど、でもね本当に濃厚でしたよ、マジで。うん、味噌の濃厚もそうですけど、これヒカキンさん結構苦労したんだろうな、1年以上かかったって書いてありましたんで、まさかね隠れてねああいうことやってると思いませんでしたね。動画見て思ったんですけど、あそういうことやってたんだと思いましてね、いや非常に苦労したのかなと思われます。そしたらあとラーメンですよね、ヒカキンさんのラーメンですよね。ラーメンまだなないんですよね、手に入らなくて。だってコンビニの方ではね手に入らないんですよ。まあ、 ちなみに僕のその知り合いの方が、知り合いの方がそのコンビニで働いてる方なんですよ。その方がですね、もう手になかなか手に入らないって言いまして、ヒカキン飯の方もね本当に手に入らなかったらしいんですよね。しかももうどこのコンビニでももうなんかレシートが貼ってあるみたいで、もう一人一個なんですよ。一人一個しか買っちゃいけないんですけど、一人一個でなくなっちゃうんですよ。これ相当な反響だと思うんですよね。いやこれまた再入荷しても多分速攻なくなると思うんですけどね。いやほんとしかしね、ヒカキンさんやっぱさすがだわ本当に。まああれ出しただけじゃなくて出してからですよね。出してからあんな速攻なくなるとはちょっとね正直舐めてましたもん。ほんとなく、もうさすがに買えるかなと思ったんですけど、いや買えなかったな。そしてねもっとこういうコネがなかったらまず手に入らなかったので。でもコネでやった状態でですよ、状態で飯ですからね、飯のみですからね。次ね、ほんとラーメンが手に入りましたら、ラーメン、もうもちろんね、それも紹介させていただきたいと思うのですが、次ほんと両方入ったら入ったでね、その両方またね、再度ね、またちょっと取ろうかなと思っておりますけどね、もう単発で、もう麺が入っても、もう麺だけでね、動画をまた乗っけようと思っておりますのでね、皆さん、それまでちょっとしばしお待ちをって感じになってますけど、まあでももう、もうね、皆さん YouTuber さんね、もうほとんどの方動画出してますのでね、もう特に有名な方はですね、ほとんど出しておりますのでね、もう遅いかなと思うんですけど、まあでも自分はね、ほんと一般人としてやっと手に入りましたのでね、まあそれでもうどうしてもこの飯でもねちょっと撮ろうかと思って、今日は動画撮らせていただきました。いや本当にですね、これもう点数つけたらマジで100点です。本当に100点だと思いますよ。だってなんて言うんだろう、悪いところがないかな。いや別に具とかは別に、でも具も結構ボリュームありましたし、結構量入ってましたし、今でも結構お腹いっぱいになりましたよ、あの一杯で。で本当にお米を食べてる感覚はありましたので、まあ揚げたねせんべいみたいな感じですけど、でも本当お米と食べてるね感じでしたので、非常に研究されたなと思いますし、ほんとこれは満足度かなり高いですね。皆さんももしね、まあいつ手に入るかは分かりませんけど、もし手に入りましたらぜひ食べてみてください。絶対美味しいと思います。もう味噌好きな方は特にいいと思います。ほんと結構ね極限に極めた味噌だと思いますので、ね、濃厚な味噌でしたので、もうこれぜひともね手に入りましたらね皆さん食べてみてください。はい、今日はねこういう感じの動画でしたけどね、また手に入りましたらぜひともねちょっとね動画に、またさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。そしてですね、もしこの動画良かったなと思いましたら、ぜひともチャンネル登録のぜひともよろしくお願いします。そしてグッドマークですね、グッドマークのぜひともよろしくお願いします。あとコメントですね、コメントのぜひともお願いします。私はもう食べたよとか、俺もねまだ食べてないんだよとかね、そういうコメントぜひともお待ちしております。両方食べたよって方もね、ぜひともそういう感想を聞きたいですので、もしよろしければコメントのぜひともよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。はい、どうもカズシドです。で、まあここトイレと、でもねここね今すごいさ綺麗になっちゃったの。前は古い時はやっぱここでもなんか出るって話を聞いたけど、まあ、頭でかいな。でそれで頭でかかった、今ちょうど俺の頭ら辺に入ってる、うん、まあここは防空壕ね、やっぱりここだから、はい、そう、あそこのさっきのところ続いてる、反対側ちょうど、はい、実はね最近ね心霊 YouTuber さんがねよく使ってるおもちゃなんですけど、まあおもちゃというかねおもちゃですね、はい、それがこちら、じゃじゃーん。これ皆さん知ってます？このおもちゃの名前はマネマネお猿と言います。はい、何で使われてるかと言いますと、こんな感じです。こんな感じ。どうもカズシドです。どうもカズシドです。真似してますか？真似してます。あれ、はい、はい、どうもカズシドです。今日もですね、なんと心霊スポットに来ました。でここの名前なんですけど、3分間トンネルです。多分ね皆さん結構ねご存知な人もいますけど、ちょっと3分間トンネルに来ました。現在ですね3分間トンネルは、あ、その中には入れないっぽいんですよ。でも説明今とちょっと読ませていただくと、観音崎自体も心霊スポットとして有名ですが、
必ず話題に上がるのがこの3分間トンネルです。スイッチを入れると3分間だけ、明かりがつくことからこの名前が呼ばれてます。でもね、実際ね3分じゃないらしいよ。だいたい1分か2分らしい。なんか前入れた時はね。でなんかね、中にね牢屋みたいなのがあるみたいで、なんかね、あの取り憑かれたらいう人はなんかね牢屋を舐め回したりとか人もいたらしいよ。そういうなんか現象があったみたいで、実際に横須賀ではランキング4位なんですよね。4位に入ってるんですよね。うわぁ、合ってます。はい、見てください。ここが3分間トンネルです。やばいやばいやばい、奥何も見ないよ。これがスイッチで、多分これ押すと電気がつくのかな。今使ってもいいのかな。一回つけてみようか。3分間トンネルいいですか。これわかんない。あ、ロックかかってます。あ、ロックかかってるね。多分今は使えないのかもしれない。では早速やらせていただきます。どなたかいますか。今なら話せますので、もしよかったら話してください。ごめんね、今話の途中ね。あ、ちょっと寒くなんなかった。俺感じてる。ちょっと今寒くなって、なんかちょっとね雰囲気変わった気がする。ごめん、なんか俺ちょっと感じてきた。いや、これ冗談だけど、明らかにちょっとさっきよりか寒い。お、呼吸、何どうした？え？え？ポコンって音。何？音？うん、ポコンって。どこで？いや、これ鳴ったじゃん。俺この辺から聞こえましたけど。そうそう、俺ここ。ここだよね。え、俺何にも聞こえなかったけど。え、それではスイッチ入れました。どなたかいらっしゃいますか？緊張してんの？